はい、こんにちは。ステロカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、l i カ a の年代物の,のこちら望遠レンズですね。ヘクトール 135mm の開放 F 値が4.5のブラックペイントレンズですね。シリアルが370511ですので、こちらがですね、1937年のドイツ製 1、mm ね、3 5ン m って書いてありますねはいこちらがですねバルナックライカ用の L マウントこうねじ込み式用のマウントなんですけれども、えー、こういったですね LM アダプター1 3 5ミ、mm、リ用のやつですねをご使用いただけましたらはい、えー、ライカの M3M4 のような M 型 レンジファインダーカメラにもご使用いただけますし、えー、m q m 1 0のようなですね現役の M 型デジタルにもご使用いただけるレンズですねでもってまた別のアダプターをご使用いただけましたらソニーの α7 シリーズのようなミラーレス一眼でもご使用いただけるレンズとなっております、はい、非常にですねこう手ぶれしやすいレンズなんですけれども、はい、非常にこの l i カ a のオールドらしい解消が滑らかで 難聴な薄りになってましてやはりモノクロで薄りが良くなりますねこ遠くの猫なんかを撮っていただきますと非常に味のある絵になりますのでぜひ一度お試,しお試しいただきたいレンズとなっております、はい、では外観から見ていきます今回年代物なんですけれども非常に綺麗な外観ですねはいもう80年近く前の レンズとは思えないような綺麗な状態です目につく擦れ当たりへこみとか、えー、こう見えませんしペイントロスなんかもほぼないですよねはいご覧の通りの非常に綺麗な状態ですはいまあゼロではないですけれどもこういうところにすれありますけれどもまあいい味と言っていいんじゃないかなと思いますねご覧の通りですねはいレンズもすごく綺麗ですねはいこう レンズヘッド頭をこう取っていただきますとビゾ,ビゾフレックスとかでもご使用いただけるんですけれどもこちらレンズヘッドですね前玉後玉ともに擦れ傷ひっかき傷など全く見えずに非常に綺麗ですね戦前のレンズになりますのでノンコートレンズになりますけれどもご覧の通りライトに透かしてみてもすごく綺麗ですね曇りカビバルサム切れなどを ほぼ全くというか全く見えないですね。釣りほこりもこう見えませんね。撮影して画質に影響が出るような歌詞は全くないと思っていただいて大丈夫です。はい。絞りの動きも滑らかですね。軽快で滑らかです。こう支援に近い絞りがこう綺麗に揃って動いております。はいで、こちらのピントヘリコイドも。 可動域いっぱいまで滑らかに動いてますねご覧のとおりグリス切れとか、えー、グリスの固着による動きメラなど全く感じないですはいはいこんな感じでご使用いただけます付属品はこちらのリアカップお付けい,いたします今回はこちらのセットでお届けいたします、はい、ということで、はい、ライカの 非常に年代物の,のオールドレンズヘクトール 135mm ですけれどもえこのまま撮影にご使用いただいて全く問題ない状態の、はい綺麗な個体ですけれども念のため性長くお使いいただくために全体的な分解整備清掃調整をご希望いただける場合はオプションからお選びいただけましたら当店で書きやすで請け負わせていただきますのでぜひご利用くださいということで、はい、ライカのバルナックライカ用、はい、オールド 応援レンズヘクトール 135mm となっております。ウェルマウントですね。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。